南極にある日本の基地日本の南極観測基地の月、平均気温ドーム、富士基地は、南極大陸上南位77度19分01秒、東計39度42分12秒、南位77.31694度東計39.70333度、マイナス -77.3169439.70333。 標高3810メートルに位置する日本の南極観測基地。1995年にドーム富士観測拠点として開設2004年4月1日にドーム富士基地に改称された。ドーム F と称するドーム上の地形の長部に位置し、富士山と標高が近いことからドーム富士と名付けられた。ドーム F は東南極の南極高原の延長級の一つで、 ドーム A と並ぶ最高峰の一つだが4000メートル近い標高のうち3000メートルを表彰が占めている。昭和基地からは約1000キロメートル離れており、雪上車や航空機で移動する。開設当時は雪上に建設されたが、その後の風雪により開設後数年で、ほとんどの施設が雪の下に埋もれている。各関連団体より選出された後から10人程度の隊員が、 昭和基地より夏季の短期間移動して観測を行っている。ドーム、富士基地では氷床深層掘削計画が実施されている。これは氷床を深さ3000メートル以上掘削して氷床コアを採取するものであり、氷床コアを分析することで過去約100万年間の気候変動が判明するものと期待されている。内陸の標高が高いところに位置するため、 南極で最も低温な領域の一つである。厳しい気象条件下で結束が多く、長期間の十分な気象観測記録はないが、1996年の都市平均気温は摂氏54.4度であった。同年5月14日には摂氏79.7度の最低気温を記録している。この基地に第38次越冬隊の調理担当として赴任した。 海上保安官出身の西村厚が表したエッセイ面白南極料理人を原作とし、2009年夏に映画南極料理人が公開された。ありがとうございます。